違う違う違う、アイテムを使いたいんじゃないの？これでいい？なに？どこから現れたの？なんかワープしてこんかった気のせい？ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで胎児を成長させましょう。はい、よいしょ、いいねいいね、この広がっていく瞬間。なんかミミズの下めっちゃ黒く見えるね。はい、これでビルドレベルが2。住人が素早く耕せるようになった。お、あ、今までより、なんか今までのろかったってことか。住人が素早く水まきできるようになった。どれぐらいスピ、なんかいっぱい来た、なんかいっぱい来た。3人来たんやけど。何あれ。なんかいかにも農民みたいなのが来た。新しい仲間がやってきた。なんかすごい特徴のない人たちやね。お、そして新しく増えた作れるもの。アイランはたくさんのレシピをひらめいた。お、この辺はなんか全体、サラダプレート料理まで増えたよ。やったね。やったね。ほう、ビルダーの金の力で全員のものづくり力が上がったんだな。ふん、壁掛けタオルに布袋、小麦袋をひらめいたのか。布をもたらし、生活を豊かにしてくれるのだな。うひょー、ビルダーの鐘の音に引きつけられて、新しい仲間もやってきたみたいっすよ。なんだなんだって来たってこと？やりましたね、アイナさん。この調子で作れるものや仲間を増やして、もっと素敵な農園を作っていきましょう。頑張ろう。アイナさん、新しく農園に来てくれた方々に、早速話しかけてみてください。新しい仲間がやってきた。ん？あれは人のマークか。のついた人に話しかけてみよう。村の住人になって助けてくれるぞ。仲間に入れて。キャベツ食べたいっす。ほ？はい、仲間に。あれまあ、あんたたち、こんなところで何やってるだ？なぜチャコも見張りに来たの？あんれ、あんたビルダーなんけ。あの島に絶望さもたらしたっていう。畑で物を作るだなんて、ハーゴン様の教えに逆らうことだ。オイルたち認めらんねえぞ。仲間にしてくれって来たんじゃねえか。だども、あの畑場見てると、無性に耕したくなる。水を撒きたくなってくるべ。やめて、今雨降ってるから。あ、思ったよりおばあちゃんなんやね、手前の人。うふふ、アイナさん。この方たちもモンゾーランの農民の子孫。土を見たら体が反応しちゃうみたいですね。土なんかその辺にいっぱいあるよ。オイラたち、教団の教えは捨てられない。剣のこっそり畑を耕させてもらうべ。モンゾーランの農民たちが仲間に加わって、結局加わるんかい。こっそり大丈夫？え、大丈夫なんすか？見張りいるよ、ここ。まあ、一応ね、協力はしてくれよる。協力なんかどうかわからんけど。どうも。よう。うん、めっちゃ普通に。なになに、どうした？走ってきたけど。ドアハハ、素晴らしい。お主が鳴らしてくれた彼の力で、我が輩たちもビルダーとして成長できたぞ。我が輩は今までアイナにビルダーとしての働きをつぶさに見てきたが、物を作り、家を建て、自分や人々の願いを形にしていくのがビルダーのようだな。そして集めたものづくりのかけらで鐘を鳴らし、ビルダーとして成長していく。ドワッハッハ、素晴らしい。これからもみんなのビルダーとして、我が輩たちを導き、農園を発展させてくれ。ふんふんふん。え、何？なんか知らんけど達成したっぽい。何を達成したんやろ？レベルが上がったってこと？あ、空腹で倒れそう。待って。ふぅ。キャベツを食べておかなくては。え、てかちょっと待って。キャベツをなんかどっかに入れろみたいなの言ったっけ？農園にある収納箱に食べ物を入れてくれれば。ふんふんふん。キャベツを30個。あ、余裕であるわ。全然入れるよ。あれ、収納箱どこ行った？あ、これか。直接しまう。これで OK っすか？やったっす。うひゃー、皆さん、収納箱にキャベツを入れてくれたんすね。収納箱は物を保管できるだけじゃなく、入れてあるものを住人が使うっす。食えるものはガツガツ食うっすからね。ここは物作りが禁止のします。食べ物も自分で作っちゃダメで、教団からの廃棄を食べるだけだったっす。何を食べよったんやろ、逆に気になる。でもこれからは、みんなで作った作物で自分の腹をいっぱいにできるんすね。待って、みんな何見てるの？怖いんだけど、それ食べ物じゃないよ。あ、そうそう。畑に植えた種は一定量収穫すると消えてしまうことがあるらしいっす。あ、何回でも繰り返し再生利用が可能なわけじゃないんやね。再生利用。利用再生。わからん。俺たちも食べれる量は決まってるんで、食料が余ってると思ったら、無理に取らないのもいいかもしれないっすよ。とりあえずこれでみんなは、キャベツをもりもりと食べるようになるわけだね。作物の取りすぎにご両人。
畑に植えた種は何度も収穫していると消えてしまうことがある。必要な分だけ収穫しよう。ふんふんふん。ということらしい。あ、何かしら依頼があるっぽいね。エッサイナさん、畑もいい感じで農園もどんどん発展してるっす。ものづくりってほんといいもんすね。おかげさまでようやく俺たちも物を食えるっすけど、ちょっと思うことがあって、ふんふん。俺、収納箱からじゃなくて、もっと文化的な方法で物を食いたいんすよ。文化的？アイナさん、ビルダーとして何か物を食べる道具を考えてくれないっすか？食器とかってこと？ついでに部屋の外で育っていく野菜を眺めながら飯が食えたら最高っす。部屋の外で？まずアイナさん、部屋の外にテーブルと丸太の椅子をくっつけておいてほしいっす。テーブルと丸太の椅子、ふんふん。要は何？テラスみたいな感じ？あの、なんか喫茶店の外とかにあるみたいな。テーブルと丸太の椅子。でもって、アイナさんが考える物を食べる道具をテーブルの上に置いてくださいっす。物を食べる道具は食器でいいんかな？でもそんなん、あ、作れるようになる？もしかし、お、木の食器。木で作られた温かみのある食器。料理をしまうことができる。それに盛り付けるってこと？外に食事どころね。あ、この辺、ちょうどさ、育っていくところやしさ。びっくりした、穴開いとんかと思ったよ、一瞬。この辺に作っておけばいいかな。ん？この辺なんか穴開いとる。ちょっと埋め立てとこうかな。あ、でもこれ床石ないよね。あ、こっちあるわ。泥。葉っぱ。ほっ。じゃ、この辺に作っておきましょうか。ほっ。はい。え、なに？ないな。どこから話、あ、いた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 。農園の連中もここまで物作り力ってやつに目覚めたんだ。俺もそろそろ物を作れる気がするぜ。無理だよ、破壊神だもん。よし、ちょっと俺にも作業台使わせろよ。うわ、壊される。お前こんな感じでやってたよな。こんな感じとかでできるの？これをこうして、ん？何をどうやったら爆発するのかはわからない。爆薬みたいなもの使ってないよね、今。やっぱりダメなのかよ。面白くないぜ。せっかく破壊神が物作りにね、目覚めようとしよるのに。ち、少しでも物を作れればお前に力になれると思ったんだがな。いい子じゃないか。まあいい。俺は引き続き魔物をぶっ倒す担当だ。まあ切り替えていこうね。とりあえず、どこだ？これか、丸太の椅子。丸太の椅子と、これテーブルかと思った椅子なんやね。で、板のテーブル。なんか逆の感じするけどね。椅子二つあった方がいいかな、向かい合わせでね。はい、丸太の椅子。一つしか言われてなかったような気はするけど、でも一応ね。一応。で、木の食器、まあ、作れるし。これで OK？ これを、まあ、外に。なんかちょっと回り道にはなるけど、でもここで、ちょうどいい場所じゃない？これがテーブルやっけ。え、テーブルちっさ。え、ちっさ。こんな感じ？そして、丸太の椅子。これを、これ方向とかあるんかな？別にないんかな？ないんやったらいいんやけどさ、なんとなく気になるけん、ちょっとこの辺から置いとこう。で、食器を、上に。食事テーブルできたよー。あー、なんかわらわら集まってくる、わらわら。へえ、うん。へえ、そこ見えてないでしょ、みんな。絶対見えてないやろ。おっす。おっす。ほ、どう？うっひゃー、皆さん、外に家具を置いて食事ができる場所を作ってくれたんすね。うん、まあ、一応。それにしてもすごいっす。住人願いで物をひらめき、形にする。これもビルダーなんすね。そうそう、実は俺たちは部屋の外にあるものも使うことができるっす。ベッドだって椅子だって。あ、ベッドも外に置けるんや。あ、置かんけども。でも部屋の中にあったり、使う環境がイカれてたりすればするほど、物作りへの感謝が溢れるっすよ。あとはそうっすね。特定の家具をくっつけておけば、塊ってやつになるっす。塊？置いてくれた3つの家具も俺たちは塊として考えてバッチリ使わせてもらうっすからね。あ、組み合わせてちゃんと使ってくれるってことか。うわっと、そうそう、置いてくれた木の食器にできれば何か食い物を入れてほしいっす。さすがの俺たちでも空のお皿からは何も食えないっすからね。俺たちは朝起きた時と昼の仕事の合間に食事をしてるっす。
次の食事の時間を楽しみにしてですよ。はあ、配給をしろということですね。なんかそういうのね、食事係みたいな、何ん、なんだこの気配は。何、どこ、指導どこ。え、敵が攻めてくる。え、何、怖いんだけど。どうも。あゆな、どうやらここに魔物どもの軍勢が迫ってきてるみたいだ。木を見てやってきたのか、彼の力に引き寄せられたのかわからないが、結構な数みたいだぜ。戦えそうな奴に強い武器を作って装備させておけ。もちろん俺にもだ。さあ、アイナ、魔物どもをぶっ倒す準備はいいか？あ、そういえばさ、新しく仲間になった子たち、武器とか装備させれるんかな？ちょっと待って。装備させれるんかどうかを見たい。ん？この子たちはできない。あ、一人はできるっぽいね。はい、これ装備しておいて。かっこいいな、ノーミン。はい、それじゃあ行きますかね。アイナ。あ、まあ、さっき読んだやつか、これは。よし。向かいますか。魔物どももぶっ倒す準備はいいです。あ、これか。あの、定期的になんかボスみたいなのがやってくるやつか。アイナ、指導。もし農園が壊されたら、我が輩たちが修復する。思う存分暴れるがよい。え、ちゃんと修復してくれるの？私が直すんじゃないよね。だそうだ。さあ、アイナ、魔物どもを蹴散らそうぜ。はぁ、来たー。バトルスタート、モンスターを倒せ。すべて壊す。よし、行きますか。ていあっという間にやっつけてく。何その攻撃、何その攻撃。みんな弱くない？早くやっつけてよ。お、やっつけよ。びっくりした。何？ウキキ。あ、なんか来てる。うほうほ、壊れろ。そんなところに壊れるものはねえよ。あ！ちょ、はっ。ため攻撃よ。ちょ、待って、やめてよ。なんか変なページ開いてた。シグサのとこ開いてたわ。おっしゃー、オッケー。拾えるものはない、ないんかーい。はっ。教団の怒りを思い知れ。ちょっと、君たちの教団のさ、副総督ここにいるんだからね。あ、眠った。あ、あの範囲に行ったら眠るの。そういうこと。ちょ、待って。ちょっと追いかけてこないで。あの、今私ね。今私、あれなの。ちょ、食べ物。体力が。食べる。え、みんな、戦ってる？戦ってるか。よかった。むしろ戦ってないの、お前。え？びっくりした。何こいつでかいんだけど。あ、やばい。ちょっと待って。体力が、さっき受けた攻撃でか。ほっ。教団に逆らうなぁ。ほっ。これ、ため攻撃することによって、ちゃんとなんか威力、でかくなったのかな？てか、当たってる？ほっ。やったー！アイナたちのレベルが上がった。イエーイ。アイナたちのレベルが5になった。これはさ、なんなの？途中から味方になったやつも、全員なんか、同じタイミングでレベルが上がっていくの。茨の剣。植物の茨をつけた木の剣。茨の剣？でも新しいものが必要になりそうやね。素材？アイテム？材料？お前たち、大事ないか？ん？大丈夫です。え？何？え？心配してきてくれたの？おい、今攻めてきたのはハーゴン教団の連中だな。貴様が呼び寄せなかったのか。やっぱり、大使が大きくなったから、教えに背いて俺たちを消そうとして。違うと思います。副総督さんはずっと一緒にいたんです。魔物を呼び寄せられるわけありません。いや、そんなのわからんやんね。テレパシーとか使えるかもしれんやん。それに、次のお題をこなさないと、大使は完成しないと言ったのは副総督さんです。ここでこんなことするはずないと思います。チャコと申したな。お前はなぜ農園作りに必死になるのだ。なぜって、それが私の夢だからです。夢か。何？なんか仲間になりそうな気配？そんなことない。アイナさん、皆さん、次なる大事のお題に挑むのは明日からにして、今日は戦いの疲れを癒しませんか？私、今夜は小麦を首巻きつつ、キャベツを抱いて寝ます。どういう状態？そんなことしなくていいと思うけど。あ、よかったらアイナさんも一緒に。え？小麦を首に巻きつつキャベツを抱いて寝るの？
いいよ。恵みの大樹か。完成はまだらしいが、珍奇な木がよくここまででかくなったな。これもお前ものづくりの力だ。それにしてもいいな、ハーゴン教団ってのは一体何なんだ？何？そもそも大神官ハーゴンはロトの勇者に倒されたはずらだと？どうやら謎が多い島みたいだが、俺が一番不思議なのは、島の連中がビルダーのことを絶望を振りまく存在って言ってやがったことだ。なんでチャコあんなとこにおるんやろ。おいお前たち、朝から何を無駄話をしておる。大樹を育てるために次なるお題を教えよう。さあ、わしのところに来るのだ。マジでまた？またなんか長期にわたってしなければいけないお題が出る感じですか。クックック、ビルダーよ。あのチャコという女子のことどう思う？いつも前向きで何があっても諦めぬ姿。わしの破壊の意志を削ぐものがある。おー、なんか改心しそうじゃない？さて、あいつのためにも大樹を育てる次なるお題を教えよう。皆の者、集まるがよい。お、来た来た来た。うわ、やめてよ、目の前に現れるの。と、その前にだ。この地に教団が攻めてきたこと、一言詫びさせてくれ。おお。あやつらが攻めてきたのはわしの意志ではない。ここにわしがいるのはあくまで。あれ？皆さん、空を見てください。何もないよ。え、何かがなんかすごい怪しい雲行き。これは何？この世の終わりやん。ん？え、どうした？あ、キャベツがめっちゃできてる。え、何？なんか、うおー、あの実は、ババンゴの実やっけ。ちょっと扉が破壊されたんだけどやめてよ。部屋じゃなくなるやん。何？いろんなところに？とりあえずあの、どこに生えてもいいけど、物を壊すのはやめてくれないかな。あそこにも、あそこにも、ババンゴの実が。なんでババンゴの実が？それ、なんすかこの空。でもって、なんすかこの風は。敵がやりよるってことかな。おのれ。どうやらこれは鎖風のようだ。ここしばらくは吹いていなかったのだが、鎖風が吹くことで、ババンゴの実が現れる。この風こそ、島の地勢を腐らせる元凶なのだ。それは、この風を放っておいたら畑が全部ダメになるってことっすか？せっかくここまで来たのに、また草たちに戻っちゃうなんて、そんなの絶対に嫌です。奴らは空気を取り込み呼吸しておる。そして吐き出す悪しき気が空気を汚し、島の土を腐らせる。それなら、実と空気を切り離せば呼吸が止まって実が壊れるんじゃ。風の元を立つことは今はできんだろう。だがビルダーの愛なら、実を壊し、風を抑え込めるかもしれんな。元は無理。ババンゴの実を壊すこと。そっか。ブロックで実を閉じ込めれば空気を遮断できるはずです。村にある5つの実を壊してください。村にある5つの実を壊す？とりあえず。部屋じゃなくなった。ちょっと待って。とりあえず、囲むの？はっ。空気から遮断するって言ったよね。ってことは、上もってことか。上空気に触れとるもんね、これ思いっきり。大きいんやないか。これでいいの？ふわ！おぉ、壊れたよ。なんか、壁まで。ふわ！はい。ババンゴの実を壊したんですね。すごいです、アイナさん。島のみんなを苦しめてきた実を、まさか本当に壊せるなんて、私感激です。実はあと4つあります。この調子で残りも壊してください。了解。なんかめっちゃ簡単に言うけど。よいしょ。とりあえずあれよね。再利用できるってことは、この数だけで大丈夫ってことよね。よいしょ。とりあえず部屋を再生しておきますね。あ、びっくりした。完成せんのかと思った。残り4つ。あと、あったあった。よし。あんな感じで周りを囲んでいけばいいわけだ。ん？これ離れてるな。あ、違う。ほ。よし。ふぅ。オッケー。何かしら実も回収しよるね。何の実？小麦の種？
構近くにあったな。なんで小麦の種吐き出すんやろ。お、あ、そこじゃない。そこじゃない。あ、ちょ、お、お、あ、ジャンプする必要なかった。はい、あと、二つかな。切りよった。これ切ったらなんか余計にさ、変なガス出てきそうじゃない？ああ！全然違うところに置くやつ。ほっ。ほっ。なんか余計な部分にばっかり置いていきよるような気がする。違う、違うぞ。は。これで OK でしょう。あ、待って、これ上に乗らんと多分届かない。は。さあ、これで。あと、一個かな？はは、もう、何やってんの。え、これはさ、この食卓テーブルは含まれるんかな？囲っとるうちに。思いっきり空気に触れとるけんダメやん。ちょっと待って。ってことは、ここ破壊せんといかんってことや。あー、せっかくの畑。くっそ、変なとこにできてんじゃねえぞ、おい。違う違う違う、アイテムを使いたいんじゃないの？これでいい？うわぁ！なに？どこから現れたの？なんかワープしてこんかった気のせい？身を全部壊したんですね。すごいです、アイナさん。これでこの風もどうにかなるといいんですが、ひとまず副総督さんに知らせに行きましょう。ふんふん。その前にちょっと待って、破壊してしまったからここを直したいんだ。いや、辛いわ。はい。食器。ふう、これで食卓テーブルの完成。はい、そして、この風は何？自然に止むの？なんか破壊しに行かんといかんとかあるんかな？ぬー、ババンゴの実をすべて壊したのか。これで、あるいは。あ、あ、皆さん、空を見てください。何？晴れ渡ってく？おー、やったね。おお、腐れ風とやらか晴れたみたいだぜ。快晴や、快晴。うおー、アイナ、よくぞ、よくぞやってくれた。これで農園が腐らずに済んだぞ。やったね。アイナ、よくやった。お前のビルダーの力、なかなか素晴らしかったぞ。褒められたよ。我々ハーゴン教団は、恵みの大地と島の大地を完全に破壊し、島に二度と実りが生まれるようにした。そして、島の人間にも一切にものづくりを禁止し、我々と共にさらなる破壊を壊せたのだ。行わせたのだ。破壊の権威たるわしは、それが当たり前だと思っていたが。あの大樹のおかげを見たとき、死んだはずの大地に命が宿るのを感じ、わしは驚いた。そして、大樹の若木やアイナのものづくりを見て、わしは考えてしまったのだ。そうか、それで貴様は木を見て気が変わったって言ってたんだな。わしの知識は貸してやる。大樹の若木を育て上げ、わしにもっとものづくりの力を見せてくれ。教団の副総督にまでこんなことを言わせるとは、ビルダーっていうのはやっぱり面白いな。ビルダーよ、大樹が完成する前に、また腐り風が吹いたら、同じ方法で身を壊し、農園を守るがよいぞ。なんか、いい人だね。それで、大樹を育てる次なるお題ってやつはどうなった？さっさと教えろよ。くくく、そうであったな。今度こそ、大樹を育てる次なるお題を教えよう。心して聞くがよい。お、大農園への道その2。5種の作物の種を植えるべし。農園に5種類の種を植え、250マス分の畑を作るのだ。種の種類がまだ足りぬようなら、モンゾーラの島中をめぐって探すがよい。5種類の作物か。キャベツと小麦はすでにありますから、あと3種類種が必要ですね。ふん。この島にはまだまだ種が眠っておるはず。仲間との種探しが当面の目標となろう。なるほど。またなんか時間がかかりそうやね。ん？どうしたよな？何かこいつに言いたいことでもあるのか？なになになに？なに？ここまで一緒にやってきたんだ。正式に村の仲間になれ、だと？よくそんなことが言えてね、副総督に。調子に乗るでない。このわしがビルダーの仲間になるなど。今までの話は全てなしだ。なんちゃって。なになになに、え、お茶目か。仲間であれば、副総督などと呼ぶ必要はない。我が名はマギール。
お前たちはマギールさんとでも呼ぶがよい。マギール、なんならマギールちゃんでも呼ぶんだぞ。え、女の子なの？なんと副総督マギールが仲間に加わった強力すぎない仲間。え？え？教団はどうなった？ハーゴン教団どうなった？いいの？他の魔物に示しがつかないけどいいの？うわーい！マギールさんが仲間になってくださるなんてとっても心強いです。この島にはその昔、農園の発展を祝う収穫祭があったそうです。胎児が育ったら収穫祭を開きましょう。収穫祭だと？なんだかよくわからんが面白そうだ。楽しみじゃないな。そのためにも、まずは新しい種探しです。やるぞー。えい、えい、おー。ミッションスタートー。長期のミッションですね、これはまた。え、なんか犬来たんやけど、何？犬がバックしてきたんだけど、どうした？何事？とりあえず、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てかまさかの服装とか仲間になったんだけど、何マギール。え、これ、ハーゴン教団、なんかね、崩れない？